ございます。あ、ちょっとお待ちくださいませ。すむさん、あんた今奥さんに何もらはった？なんだ124円24銭なり89銭なり69銭なり68銭なり316円飛んで9銭なり86円95銭。方々頼んでみたんやけども、どうしてもあかんねん。あかん言うたかって困るわ。うちあんた一人を頼りにしてんねやもん。社長に頼んでみたらどうやねん。社長に頼んでできんねやったら、何にもあんたに頼めへんわ。300円もどないして貸してくれはる？なんぞわけでもなけな。あのな、さっきもな、なんや今晩ややこしとこ行こい。ごめんや。こんにちは。こんにちは。おはようさんです。あの、あやくさんおいでらっしゃるか。どなたはんでおます？お店で一緒に働いてるもんだけど、おいでらっしゃるか。あの、姉ちゃん言わねしめ。どこぞいてはるまんやろか。いいえ。あの、四五日前から帰ってきはねしめへんねんけど。どこへ行きはったか、ご存じおめんやろか。なんとも言うてきはるしめん。そうだか。お邪魔しました。あの、姉ちゃん、お店も出てはるしめんのだっか。ええ。それで僕、病気やないか思うて、退職届出しはった言うて聞いたもんだったか。そうだっか。失礼します。ごめんやす。さちこ。奥さん内緒やで。チャレもなんだき。おやちゃん。おやちゃんと違うか。まあ、すぐさ。やっぱりそうや。そんな格好してるって違うのかと思った。なんやねその頭。あんた結婚したんとちゃうか。まあいやいや、言わんといたんすわ。なんやねまだなんか言う。もう姉ちゃんどないしてた？どこにいるね？どこでもええが。姉ちゃん、姉ちゃん、兄ちゃん帰ってきたはんやで。うーん、休みでか。うん、お金のことでやん。お金のこと？もうこの春卒業やろ。それにまだ2学期の月謝も納めてはれへんねん。卒業したらお友達の紹介で勤め先もちゃんと決まってんねんけど、それにも保証金がいるねんて。それでどうやねん。それでどうしても200円ほど欲しいねんて。そんなことうち帰って言わはったかってどうも支障あれへんやないか。それでお父さんどないてはんねん。なんとかするさか遠くへ帰れ言うてはった。しやけどお父ちゃんお店勤めたばっかりやろ。とてもできへんのと違うか思うねん。なあ姉ちゃん、なんとかしてあげてんな。そんなことあてに言うたかてできるかいな。お父さんにできへんよな。
何をすりゃそんな冷えたり店をとね、そらすない何してんねこんなとこで野良犬やどなしたらええかわからへんねん病気と違うかまあ病気やわな不良症状中立派な病気やわなあお医者はん何やねんこないになった女子はどなして治さはんねんさあそら僕にもわからんわ